サウンドステイツプレゼンツ伊藤大輔のレインマンズフォレスト。皆さんこんにちは、伊藤大輔のレインマンズフォレストへようこそ。この番組は皆様からリクエストをいただきまして、毎回1曲私がお答えして演奏するという音楽番組なんですけれども、前回から始まりました特別編、対談形式でですね、ちょっとトークの部分を引き伸ばしてですね、毎回興味深いゲストの方をお迎えしていろいろお話を伺って、過去のアーカイブの中から曲も一曲流すという、ちょっとね新しいまた試みなんですけども、前回に引き続きまして、今日のゲストは脳科学者の西武幸さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いいたします、はい、もうなんかなんか10分ぐらいの番組をね、うん、2つぐらいって2本分ぐらい思ったんですけど、はい、なんか終わりそうもないような気がしてならないんですけどね、ちょっとあっという間でしたね。ね、でもせっかくなんで、でも伺えるだけお話伺っていきたいなと思ってるんですけど、はい、ありがとうございます。前回はなんか才能とかね、その子育て、そのどんな風にその子供の才能を伸ばせるのかとか、はたまた大人になってからでもその新しい才能を、はい、開花させられるのかみたいな話を伺ったんですけど、その才能っていうのにも通じると思うんですけど、大体の人ってもう自分才能ないとか、自分はダメだとか、あの人よりも例えば育った環境が違うとか、日本人だから、男性だから、女性だから、若いから、年取ってるから、やっぱそういういろいろ条件つけちゃうと思うんですけど、なんか自分でその自分を否定してしまうっていうのが、もう分かんない、他の国はどうなんでしょう、日本は多いような気がしちゃうんですよ、はい、自己肯定感って、その才能を自分で見出すこともそうだし、はい、普通にその楽しく生きていく上で一番必要なことだと思うんですけど、それ例えばじゃあ子供の時からその自己肯定感みたいのをやっぱり一通り持たせてあげるっていうのは、脳科学的にはこうどういうふうにしたらいいとかってあるんですか？なるほど、非常に深い質問ですね。そうなんです、ちょっと聞きたいなと思って、そうですね、先ほどちょっとおっしゃってたのが、やっぱり日本の方がなんかそういう自信がない方とか、その引け目を感じる方が多いっておっしゃってたんですけども、実はこれデータとしてもすでに出ていまして、実際そうなんです。そうなんですね。実はですね、その自分を肯定する力っていうのは、今おっしゃった自己肯定感っていうふうに専門用語で言うんですけども、この自己肯定感のですね、世界的なリサーチがありまして、で実はですね、先進国の中で実は一番低かったのは日本なんですね。残念な結果ですね。でもそうなんですね。でこれはですね、子どももそうなんですね。でその子供ってですね、その生まれた時ってこう多分自信満々で生まれてくると思うんですよ、多分自信がない赤ちゃんで見たことがないと思うんですけど私なんてみたいな、いないですよね。でもともと自信が増えて生まれてくるにもかかわらずですね、そのだんだんこう年を取っていくと、だんだんこう自信を失っていくっていう不思議な現象が特に日本で多いですね。で例えばアメリカとか渡るとですね、もうみんな自信満々なんですよ。だからどこからその自信来るんだ、逆に言いた聞きたくなるぐらいなんですけど、それぐらいやはり日本 その自己肯定感が低いことが分かってるんですね。でこれがなぜですね、その起こるかっていうところが、これ実は自分に対するその捉え方っていうのはすごく大事になってきてまして、で実は自己肯定感ってですね、ちょっと今回本も実は出させていただいたんですけど、これかこれだそうなんですよ、なぜかこんなところにあるんですけど、すごい、取り出しやすいところにあるな、また、こちらですね、そうですね、非常に分かりやすくありがとうございます。とんでもないで、この自己肯定感っていうのがですね、実は研究から2種類あることが分かってまして、2種類、はい、で実は浅い自己肯定感と深い自己肯定感っていう2種類があるんですね、はい、でその浅い自己肯定感っていうのは何かというとですね、実は自分のいいところを認める力なんですね、で日本の方ってですね、多分褒めるじゃないですか、いやいや私そんなことないですからっていう方がですね、結構多くてですね、冗談だったらいいんですけど、冗談抜きで本当に本気で否定される方がいらっしゃるんですね、でそういう方はですね、浅い自己肯定感すらない方だったりするんですね。もう周りがいいって言ってんのに、それを肯定できない。そうなんです。で、この謙虚さっていうのがよく日本の文化での美徳とされてるんですけども、ただすごくいいことなんですけども、ただ行き過ぎてしまうとですね、どうしてもこう自分を下げてしまうことになってしまいますので、それが一つあるのと、あともう一つですね、その深い自己肯定感というのがありまして、これは実はすごく大事なんですけど、これがですね、いい部分ではなくて、その悪い部分も肯定できる力なんですね。おお、
それはなんかすごい話ですね。はい。うん、で、あのなんかね、あの曲もなんかそういう曲を書いてらっしゃる。ああ、そう、ありがとうございます。そうそう、僕、はい、そもそもその音楽を作るときに、自分のオリジナルをね書いたりするんですけど、歌詞を書くときにテーマにすることがそういうことが多くって、はい、そのダメであるとか、はい、例えば自分のずるい部分とか、ちょっとこう、あの人を傷つけてしまったとか、あとは逃げてしまう気持ちとか、はい、それを逃げるなとか、あの人を傷つけないとか、一つになろうとかね、みんなと同じになろうみたいな、そういうのが僕もともと苦手で、結局その人を癒す、本当に癒す言葉っていうのは、そのダメな部分を肯定することなんじゃないかなと思って、そういうテーマで曲を書くことが多いんですよ。だからすごく今聞いてて、ね、あ、はい、なんかまんざら間違ってなかったのかなみたいな、ね、私もちょっと先ほどそのお話をちらっと伺わせていただいて、はい、私実はここのとこで感動してたんですよ。わ、嬉しい本当に素晴らしいなと思いまして、ありがとうございます。で、あの実はおっしゃる通りで、実はあの鼓舞する言葉とか、その元気になれとか、はい、頑張りなさいっていう言葉って、うん、いい言葉だと思うんですね、うん、でただそのプラスの方、うん、状態がいい方にはすごく効くんですよ。そうですよね。でもそのマイナスがこう、しかもですね、かなり深いマイナスの方に、うん、例えば頑張りましょうよって、前を向いていきましょうよって言ってもですね、うん、いやそんな余裕はありませんからって言ってですね、うん、逆効果になったりすることがあるんですけど、うん、あの実はですね、そのマイナスを癒すための最もいい方法はですね、そのマイナスの部分をその認めてあげることなんですね、うん、で認めるっていうことはですね、結構深いことで、うん、あの受け入れることにも実はつながるんですけども、 なんかそれをこう嫌がってしまうとですね、うん、あの実はその自分の一部分を嫌がることになってしまうんですね、うん、でもそれをこう自分 その一部として、その本当にあの、無理やりではなくてですね、うん、自然な形で本当にこれ逆にあってよかったなって思えた瞬間にですね、実はものすごい変化が生まれることがありまして、そういったですね、ことをお菓子で、うん、綴られていると本当に私感動させていただいて、いやいやいや、これ、でも今見てる方でもう泣いてる人いると思いますよ先生の言葉に救われたみたいな、はい、あ、そうなんですね。そうなんですね。だからその私たちってやっぱり完璧な人間っていないと思うんですね、はい、で必ず人にはその人より劣っているところもあれば、うん、そう優れているところもあるとは思うんですけども、うん、でもその劣ってるっていうふうに思ってるのはもしかしたら自分だけかもしれなくてですね、うん、実はの見方を変えるとですね、実は自分 その長所にもなることが結構あったりするんですね、うんうんうん、で例えばですね、そのこの前ラグビーの日本で開催、ね、されてましたけども、はい、例えば背が低いってことをすごくコンプレックスとして思っている方いらっしゃるんですけど、うん、逆に言うとですね、ラグビー選手で背が低い方って一般的になんか負けそうなイメージが、うん、確かにあると思うんですが、うん、でもあの結構背の低い選手っていませんでした？いますね、ね、日本の選手でいましたね。そうなんですよ、うん、はい、で逆にこう俊敏だったりとか、その頭を使ってですね、こうすばしこくこう動いていくことによって逆に敵を撹乱させたりとか、なるほど、逆に逆手に取るとですね、あの長所に変わることもあったりするわけなんですよね、はい、だからその本当にそのうまくいく方々とかをまあ見ていくと、やっぱりその悪いところもたくさんあるんですね、はい、あんまり悪いって言ったらよろしくないんですけど、欠点というか苦手な部分も、はい、でもそれをですね、やっぱりこう自分の一部としてこう認めてあげるっていうところですね、これがすごく深い自己肯定感を生むのと、やっぱ癒しが起こるので、そうか、はい、じゃあそれは子供であっても大人であってもできてない部分とか苦手な部分を肯定してあげるっていうのは、そうなんですよね。で例えばの勉強いつもしないで困ってる、ね、あの親御さんからいつもあのご相談を受けるんですけど、はい、うちの子ども全然勉強しないって、 でもですね、あのよくよく話を聞いてみると、うん、ものすごい思いやりある子だったりするんですね。でそうするとやっぱりそういう子というのはやっぱり他者の立場を理解する力がすごい高い。なるほど。ということはですね、そういうご職業につけば大成功するかもしれないですね。うん、カウンセラーだったりとか、うんうんね、あの学校の先生かもしれませんし、うんうん、まあ、分からないんですけども、うん、ただそういうですね、こうどこにその才能があるかっていうところをやっぱり見てあげることが、ね、大事になってくるなと思いますね。めちゃくちゃいいお話ですね。はい、それは。あ、いい、なるほどね。はい、今せっかく先生がね、おっしゃってくださったんで、はい、僕のオリジナル曲を今日はちょっと1曲聴いていただこうかなと、ぜひ思ってるんですけど、すでに過去に配信した曲なんですが、Along with You という曲で、もともとはその東日本大震災
で大きな災害で傷ついた人たちのために書いた曲なんですけど、はい、まあ、そうじゃなくてもただただ暮らしている中で傷ついている人が、うん、そのまさに自分の弱い部分だとか、うん、そういうものを少しでも認めるというか肯定して、うん、それが本当の強さというか弱さを持っていることこそが強くなるための大切なことだというのは、そんなテーマで書いた曲なんですけど、今日はじゃあその曲を最後に聴いていただこうと思います。伊藤大輔、まあ作曲は定邦さんという方の作曲作品で、僕が歌詞をつけて歌っています。 Along with you という曲、それでは聴いてください。ありがとうは
いつでも誰にでも希望になる短いエール君が僕に何度もあの時繰り返したその言葉を君にこそ伝えたい。ふるさとは近くて遠くて空と海は今日も広くて次の春も強くいるためにぎこちなくても精一杯で